倉持好美です。趣味は手芸と読書、あと料理も好きです。こんな私ですが、よろしくお願いします。彼女は一見地味なタイプだった。長身を気にしているのか、猫背でうつむき気味だし。でも俺はピンときたね。こういう子が大人になるとすごいセクシーな女になるって。なんですか。ああ、ジロジロ見てごめん。倉持さんだったよね。俺は城之内優斗くん。え、さっき自己紹介で聞きましたから。ああ、そうだね。じゃあせっかく隣同士になったんだし、よろしくね、好美ちゃん。はい、こちらこそよろしくお願いします。これはまさしく純情少女、攻略のしがいがありそうだ。とはいえ話したのはそれっきり。あとちょっと関係を進展させるきっかけがあればいいんだけど。これは神が俺に与えたチャンスだろ。好美ちゃん。はい。突然だけど俺と付き合ってくれないか。はい。え、いいの？ええ、あのお弁当のことですよね。いや違って、そのガールフレンドってこと。こうして俺たちは付き合い始めて、何回かのデートの後エッチな関係を持つようになった。嘘。そんな。もちろん俺はそんなこと全く気づいてなかったわけで。あ、だからあのちょっと距離を置いていろいろと考えてみたいの。え、なんで。ごめんなさい。え、それから1週間、好美とはほとんど話もできなかったんだけど。好美、もしかしてなんか勘違いとかしてた？ごめんなさい。私ただゲームに勝って、ゆうとくんとずっと一緒にいたいって。まあゲームは俺の負けだったわけだし、惚れた弱みだ。その願い叶えてやるよ。ゆうとくん。